フェリックス・アウグスト・ベルンハルト・ドレイザケは新ドイツ学派の作曲家。八曲のオペラと舞台作品、四曲の公共曲、多くの声楽曲や室内楽曲など多岐にわたる分野に作品を残した。ドイツ中部、ザクセン・コーブルク・ゴータ広告コーブルクにあるフランケン・コーシャクリョーの町で生まれた。幼い頃に、すでに音楽に魅力を感じ始め、八歳で作曲を始めた。 10代の半ば頃に音楽の専門家になる志を家族に伝えたが反対する者は誰もいなかった。ただ、ライプツィヒ音楽院で数年間学んだものの進歩には繋がらなかった。1852年にバイマルを訪れた際に新ドイツ学派の中心であるリヒャルトワーグナーのローエングリンの講演を聞いた。1855年にはライプツィヒ音楽院を去り、 ヨアヒムラフ到着直後の1856年から1961年にかけてバイマルで新ドイツ学派にのめり込むことになった。1862年にスイスのフランス語圏に移ってローザンヌ周辺で教鞭を取った後、1876年にドイツに帰国しドレスデンに今日構えた。彼は作曲活動において成功を収め続けていたが、ドレスデン音楽院から 正式な職を与えられ、経済的保障を得たのは1884年の1年間だけであった。王立作戦音楽院で教授職へ昇格した2年後の1894年、58歳になったドレーゼケは、かつての教え子であったフリーダ・ノイハウスと結婚した。1912年には、最後の公共局である、公共局第4番を完成。 1913年2月26日、脳卒中で死去し、ドレスデンのトルケビッツ共同墓地に埋葬された。ドレーゼ家の作曲活動は、複数の分野に均等に分かれており、公共曲をはじめ、競争曲、オペラ、室内楽曲、ピアノ独奏曲など、あらゆる形式による作品を残した。彼の初期作品である、ピアノソナタエハ短調、幻想曲風ソナタは、 多くの関心を呼び、フランツリストに、ルートビヒバンベートーベン以後で最も重要な、ピアノソナタと称賛を受けた。歌劇、ヘルラーとグートルーンにおいても成功を収めた。しかしその後、ドレーゼケの作品は忘れ、滅に返し、後世の人々から理解されないままにあった。ドレーゼケは、音楽の全方面への発展に力を注いだ。 彼の室内楽曲では新しい楽器の使用が見られる。その一例としてアルフレート・シテルスナーによって開発されたビオロッタがあり、ドレーゼケはこの楽器を自作の弦楽50奏曲一長長で使用している。その他の楽器ではヘルマン・リッターによって開発され、ワーグナーがバイロイト祝祭還元楽団のために改良したビオラの原型、ビオラ・アルタがある。優れた。 大砲の作曲家であったドレーゼケは、合唱曲に没頭し、レクエムロ単調によって大成功を収めたが、この分野での彼の最高傑作は、女装と三つのオラトリオからなる、神秘劇、キリストである。この作品は1894年から1899年にかけて作曲され、楽曲の構想は1860年代に遡る。19世紀史半期に作曲され、 不当に無視された公共曲のうち悲劇的公共曲は重要である。セレナーデー町長やハインリヒホンクライストのペンテシレアによる公共的前奏曲といった還元楽曲や室内楽作品も同様に上質である。障害中及び成去直後の短期間、奴隷でけの音楽は彼の競争相手からさえも一目置かれる存在であった。 彼の作品は、ハンス・フォン・ビューロー、アルトゥール・ニキシュ、フリッツ・ライナー、カール・ベームといった当時の一流音楽家によって、ドイツ国内で頻繁に演奏された。しかし、ある時ビューローが彼に述べたように、ドレーゼケはハートナスであり、作品の質の高さにもかかわらず、彼が一般の聴衆に人気が出ることはなかった。ドレゼは、辛辣なまでに批判的になることがあり、 それが元で他者との緊迫した関係を作ってしまうことがあった。最も悪名高い例として、1905年、ドレーゼ家は、リヒャルト・シュトラウスによる新作のオペラ、サロメの公演を攻撃、パンフレットに、大コンフシオン・インデア・ムジークと書き残した。ナチス・ドイツ時代になると、ドレーゼ家の音楽は高く評価され、アントン・ブルックナー、マックス・レーガー、 ルートビヒシュポアと同列に並べられるようになった。しかしそれは、ナチの自国尊重のための支援によるものであり、重く疑わしい栄誉であった。第二次世界大戦後、流行や政治情勢の変化によって、彼の名と音楽は忘れ去られた。しかし、二十世紀が終わるにつれて、ドレーゼ系の音楽は、新しい録音によって再び光を当てられるようになった。この項目の一部は、 ザインターナショナルドリソックゲゼルシャフトとインターナショナルドリソックソサイティーノースアメリカの許可により再掲載しています。ありがとうございます。